八つ尾が海の魅力を伝えるよ。海アート。研究員の八つ尾と豊かな海を未来へつなぐためのヒントを探す海ラボ。漁業者は私たちの食卓へ海の幸をもたらしてくれる大切な存在。一方で自然と対峙し命の危険を伴う仕事です。例年500件近い漁船の事故が発生。特に多発しているのが船からの転落事故です。潮に流され位置が特定できず死亡や行方不明の原因となっています。そんな中、スピーディーに位置情報を特定可能にした画期的な救助システムが誕生しました。呼び盛りです。呼び盛りは助けを呼ぶお守りから名付けられた SOS 受発信システムのこと。呼び盛りは SOS を発信するデバイス、端末ですね、とそれを受け取って捜索に行く救助のアプリがあって、それに表示して即座に救助に行くというようなシステムになっています。漁師が身につけた端末のボタンを5秒間押し SOS を発信、すぐに位置情報が分かるという優れものです。そして救助に向かうのは一番近くの、海をよく知っている漁師さんだったりとか、自分たちの身内の人たちだったりとか、近くの即行ける救助の可能な船に対して捜索を要請することができるっていうところが、今までより救助速度が上がる点にはなりますね。ここ福岡市井崎漁港でも1年前から呼び盛りを導入、 SOS 発信端末の携帯を義務付けています。命を守るということと安全操業を目指すということをまず第一に考えてましたので、そういった観点からこの呼び盛りを導入した次第です。落水した仲間をちゃんと位置情報が、呼び盛りスタッフのサポートのもと救助訓練を実施し有事に備えます。遭難場所近くの漁業者が SOS を受信したスマートフォンを手に即座に救助へ向かう、漁師の助け合い海難救助システムです。こういうのがあると安心しますね。これの創業のきっかけっていうのは、自分が北海道の紋別市っていうところ出身で漁師町生まれだったんですけど、自分のおじいちゃんですね、海難事故で亡くなっていて遺体が上がってない家だったんですよね。いろんな事故をよく聞いていたので、この呼び盛りという助け合いのこのシステムを、日本の海すべてに、インフラのように導入して漁師さんに当たり前に使ってもらえるようなサービスになっていこうと思っています。